前立の能力が強すぎるに対する読者の反応集。3分は長すぎる。3分は長すぎるだろ。いや、クムは見れたかよ。こいつ暗黒大陸の生物か？不細工になったのが制約にもなってんのかな。3分スタントかクソ強すぎるアリ戦に持っていけ。クラピカチームおかしいよ。アリに芸術が理解できるわけねえだろ。なんだ？差別か？耳が聞こえない奴が仲間にいたらめっちゃエグいことになりそう。普段の索敵能力も強すぎる。相手の心理も読めるつえ。闇のそなたの信憑性が増す。まあ耳栓してるだけで無効化だからな。あと動物とか人間以外の生物には聞かないだろうし。スピーカー越しでも聞くのが強すぎる。魔王のそなた決めたからな。こいつが探してる楽譜そのものが暗黒大陸さんなんじゃないの。それはまあそうだろう。クラピカは音楽聴いても何も感じなそう。ウボウ初遭遇時、我を失いかけた時でさえ旋律の曲で冷静になってるから。その前歯でよく吹けるな。今でも闇のそなた演奏しようと思えばできるんだよね。演奏したのは友人だし巻き添え食らっただけだし。そこらのハンターと能力のベクトルが違うから防ぎようがないし汎用性が高いしでクラピカ陣営屈指の強ユニットだと思う。キングクリムゾンみたいな能力で敵ターとにお出しされた攻撃スタン。人格も成人。本気で吹けばっていうのがどれくらい旋律のオーラ消費するのかが気になる。各陣営から即オファー来るのも納得。これ本当に念能力か？暗黒大陸から来た力の片鱗使ってるとしたらちょっと理不尽な能力なのも納得いく。アクティブ消音で対応できるんだろ？できるんじゃない？アリに芸術が理解できるわけねえだろ。なんだ？差別か？その前歯でよく吹けるな。耳栓で防げるレベルではあるけどスピーカー越しも可能なのは反則ですよね。一章聞いただけで裸でバネズミみたいな顔になって吹いたやつは死んだよ。生音じゃなくてもいいの強すぎるよね。録音でもいける可能性あるし。アリ戦で3分間スタンってもう価値格じゃない？やべえ音楽を一小節だけ聞いて腕がやべえことになったんだっけ？本体が貧弱そうだからせめてこれくらいできないと裏の世界やってけないんだろうな。強さは化量に比例する。背ですら防げなさそうだな。健常者ならまず勝てない。なんでまだノストラード組にいるんだろ。クラピカほっといたら絶対死ぬんだからそばにいないとダメだろ。クラピカに惚れてるからやね。いかがでしたでしょうか。今回の動画は以上になります。このチャンネルでは今流行りの漫画についての反応集を紹介しています。この動画が気に入ったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。意見や感想、ダメ出しはコメント欄で待ってます。それではご視聴ありがとうございました。